こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、中華料理の全種特さんにやってきました。でこちらのお店は中国にも店舗がね、たくさんあるお店みたいなんで、本格的な料理が楽しめるみたいです。私中華大好きなんで楽しみです。じゃん、料理が来ました。今日注文したのは黒毛和牛の麻婆豆腐を約10人前と、北京ダック入りあんかけご飯をこちらは3人前、エビのマンゴーマヨネーズソースこちらを10人前用意してもらいました。この全種特さんは北京ダックが有名なお店みたいなんで、もう私北京ダック大好きなんで、ね、楽しみです。いただきます。これはね、前菜です。もう彩りが綺麗ですね。うん、あ、北京ダックが乗ってます。美味しそう。うん、鶏に旨味がギュッて詰まっとって、あんかけとよく合っとって美味しいです。うん、ご飯ともめっちゃ合ってます。皮がね、すごくやっぱり香ばしいですね。とかね、いろんなお野菜と買いとって具沢山ですね。やっぱ中華ってね、彩りが綺麗ですよね。こちら麻婆豆腐です。花椒の香りがすごくいいです。色がね、ほんと食欲そそります。うん、お豆腐がね、プルプルですね。やっぱり花椒がピリッとちょっと効いとっていい感じです。ご飯とすごく合うと思います。エビマヨです。マンゴーがね、乗ってます。私マンゴーが乗ってるエビマヨ初めて食べます。エビがめちゃめちゃ大きいです。うん、甘いマヨネーズソースにマンゴーが効いてますね。美味しい。エビがプリプリですね。もうね、結構ね、北京ダックがね、たっぷり入ってすごい豪華ですね。麻婆豆腐がね、結構花椒が効いとって辛いですね。で、食欲そそる感じです。なんかこってりした料理の中でね、マンゴーがすごい爽やかな感じです。麻婆豆腐完食です。北京ダックあんかけご飯も完食です。じゃ最後、エビマヨいただきます。中華23人前、めっちゃ美味しかったです。全部の料理にね、野菜も海鮮もお肉も、ね、入っとって、食べ応えがめっちゃありました。すごいね、具沢山でね、豪勢な感じでしたね。いや、とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。